瀬田先輩、ご卒業おめでとうございます。ありがとう、トモエちゃん。どうしたんだい？何か考え事かな？いや、なんていうか、こういう締めっぽいの苦手っていうか、いろいろ考えたんですけど、やっぱりいい挨拶が浮かばなくて。それに卒業って言っても、瀬田先輩はこれからも変わらず瀬田先輩で居続けるでしょ。だったらお別れの言葉はいらないかなって。ああ、その通り。美しさと儚さに決して終わりはないように、瀬田香織に終わりはないからね。君のその胸に宿る真っ赤な情熱がいつまでもきらめきを絶やさないようにね。ですよね。それじゃあまた。アデュー、子猫ちゃん。